振動、エラブコールだ。ボクシング WBO 世界バンタム級タイトルマッチ。3日、東京、有明アリーナ、で王者、武井幸二28イコール大橋。が挑戦者の同級1位、比が大二29イコール姿勢に判定3対0で初防衛に成功した。写真、武井戦後、引退の意向を語ったひが大吾元 K1 王者の武井は、 2021年にプロボクサー転校。今年5月に世界初挑戦しジェイソン・モロニー、オーストラリアから同ベルトをダッシュ。一方で同じキックボクシング出身のナスカワ・心ン定健は来月14日に同じ会場で WBO アジアパシフィック同級王座決定戦に臨む。この日、リング上で竹井は10月の転身選手、頑張ってください。 応援していますと切り出した。その後の会見では、ファンの方から、天心選手との試合が見たいという声がすごく大きい。ボクサーに転校する前から、天心選手とボクシングでやれたらいいなという気持ちがあった。僕は、WBC 世界同級王者の中谷、淳と、選手ではなくて、まずは天心選手とやりたい気持ちが強いと今後の、振動、との防衛戦を熱望した。 二人はキック時代を含めてプロでの対戦はないが、リング上で拳を交える日は来るのか注目が集まる。